みんな、旅行行こう。ごめん、ムニー。ペンケース取って。もう、ちょっと手伸ばせば届くでしょ。ほら。ありがとう。今日もいい天気ですね。みんな、無視しないで。って言われてもね。そうだよ。ついこの間もバラエティ番組見たとかで、滝行やりたいって騒いだばっかじゃん。その前にも、いろいろと危険そうな企画に参加したがっていましたよね。超危険、崖っぷちから見る絶景もみじ、それから奇跡のスカイダイビングお月見だったでしょうか。まあ、危険度下がってるだけマシな気もするけど、どうせ今回も旅番組かなんかに感化されたんでしょ。大正解、さすがムニちゃん。おー、そういえば昨日やってたな、旅番組。でも番組を見てすぐに旅行に行こうとするなんて、ものすごい行動力ですよね。本当にね。とはいえ、いきなり旅行はちょっとハードル高いな。まずは行き先決めでしょ。そこからスケジュール組むとなると。あ、なになに。旅行ありかもしれない。みんな、カホって覚えてる？ええ、もちろん。マホさんのいとこさんでしたよね。ああ、あのマホそっくりの。とても素敵な方でしたよね。ハピアルのステージも見てくださって。うん。でも、どうしてカホちゃん？実はこの前、カホから連絡があったんだよね。今度の週末、カホの家に遊びに来ないかって。せっかくだし、みんなも一緒にどうかな。ほんと？行く行く。さすがに即答すぎるでしょ。そうですよ、まずはお家の方に相談をしないと。絶対大丈夫だよ。おばあちゃんもいいな、楽しんできてって言ってくれると思う。でもなんで急にお家に誘ってくれたの？確かにちょっと唐突。あ、いや、別に嫌とかじゃないのよ。ただ、家に遊びに行くって結構ハードルが高いじゃない。あ、そっか、みんなにはまだ行ってなかったっけ。カホの家は温泉旅館をやってるんだ。だから、家に行くっていうよりは旅行がてらカホに会うって感じなんだけど。なるほど、そういうことでしたか。でも、本当にいいのでしょうか。親戚同士水入らずの時間を邪魔してしまうのでは。そんなこと気にしなくていいって。カホもみんなに会いたがってるしね。ほら、見てよこのメッセージ。何何？ハッピアラの皆さんにもまた会いたいな。だって前に洋場で会った後、今度遊びに行くねって約束をしてたんだけど、なかなかタイミング合わなくてさ。それで今って感じなんだけど、どうかな。そういうことなら、って言いたいところだけど、一旦ママに相談させて。あんまり心配かけたくないし。私も両親に相談してみます。オッケー、結果が分かったら教えて。リンクもちゃんとおばあちゃんに相談するんだよ。はーい。みんなで温泉旅行行けるかな。楽しみだな。くぅ、ハッピーアラウンド。はぁ、お腹いっぱい。肉じゃがうまくいってよかったな。あ、結果の連絡かな。おばあちゃん、行ってもいいって。うちも問題なかったわ。目はどう？私も無事承諾をいただきました。よし、
おっと、変身変身。了解、カホにみんなで行くって連絡しておくね。はあ、よかった。みんなと旅行、楽しみだな。こんな時は、ハッピーアラウンドかな。到着。ここがカホちゃんの住んでる町か。なんだか不思議な匂いがするね。硫黄の香りですね。この辺りの温泉はほとんどが硫黄泉らしいですから。お湯の性質によって得られる効果が違うのよね。硫黄泉の効能は確か、硫黄泉は切り傷や高血圧、それから筋肉痛なんかにも効くと言われ言われています。ああ、カホちゃんだ、久しぶり。すみませんモニさん、驚かせちゃって。皆さんお久しぶりです。なんでさん付け、初対面ってわけじゃないし呼び捨てでいいわよ。うん、私もその方が嬉しいな。いきなり呼び捨ては恥ずかしいので、せめてちゃん付けで呼ばせてください。リンクちゃん、マニちゃん、レイちゃん、今日は来てくれてありがとうございます。こちらこそお招きいただきありがとうございます。ねえねえ、カホちゃんのその格好ってもしかして中井さん？うん、朝少しお手伝いしたから。そうなんだ、いいな、私も着てみたい。こらリンク、あんまりはしゃがないの。ごめんね、迎え頼んじゃって。ううん、大丈夫、私も早く会いたかったから。相変わらず仲良くやってるみたいね。はい、羨ましいくらいです。そんな、皆さんの関係だってすごく素敵じゃないですか。真帆ちゃんとはたまに電話するんですけど、最後はいつも皆さんの話になりますし、この前だって2時間くらいずっと皆さんのことを褒めていて。うわー、うわー、カホ、それはいいから。立ち話もなんだし移動しようか。ほら、カホ、案内よろしく。うん、わかった。それじゃあ皆さん、こちらへどうぞ。おばさん、そんな、こちらこそ。あの、これお土産です。こっちが私たちからで、こっちは母から。やっぱり真帆さんは昔からしっかりしていたんですね。勉強もスポーツもできて優しくて、文武両道、才色兼備って親戚中で評判だったんですよ。私も苦手な算数とか逆上がりのやり方とか、よく真帆ちゃんに教えてもらいました。ちょっとお母さん、それは言わないでって言ったでしょ。いやなんか恥ずかしいな。真帆って昔からそんなにすごかったんだ。私とは大違いね。もう無にまで、おばさんが大げさに言ってるだけだってば。そうだよ真帆ちゃん、私たちが言ってるのは全部事実なんだから。そうだそうだ、真帆ちゃんはみんなの人気者だ。なんでリンクまでそっち側？お母さん、そろそろ。
私もみんなをお部屋に案内したら手伝うね。手伝うって、もしかして今日忙しいの？ちょっとだけね。急に団体さんの予約が入ったから大急ぎで支度をしなきゃいけなくて。ごめんね、せっかく来てもらったのにバタバタしちゃって。ううん、それはいいんだけど、その、手伝いますって言いたいけど、みんなに迷惑かけるわけにいかないしな。せっかくの旅行だし。でも、どうしよう。あの、私たちもお手伝いしていいですか？いえ、悪いですよ、そんなの。そんなの気にしなくていいわよ。私もリンクさんに賛成です。お役に立てるかは分かりませんが、精一杯頑張ります。みんな、あの、私からもお願いします。もちろん、やらせてください。それじゃあ、私が厨房で仕込みの手伝いと買い出し、リンクたちはさっき割り振った場所の掃除で大丈夫かな？ラジャー！すみません、せっかくの旅行なのにこんなことになっちゃって。気にする必要ないわよ。やらせてくれってお願いしたのはこっちなんだから。カホさんは気兼ねなく私たちに指示を出してくださいね。皆さん、ありがとうございます。よーし、それじゃあ始めよっか。みんな気合い入れていくよ。ああ。わあ、すごいすごい、温泉タウン。でも残念、カホちゃん家の温泉にはカピバラいないんだね。カピバラ？前に温泉に入った時はカピバラと一緒だったんだ。あれ、もしかしてカピバラと温泉ってセットじゃなかったりする？カピバラ用温泉っていうのはあると思うけど、人と一緒にっていうのは珍しいかも。そっか、残念。前に会った時は気づかなかったけど、リンクちゃんってちょっと変わってるな。真帆ちゃんから聞く話、大げさだなと思ってたけど、案外そんなことないのかも。それじゃあお掃除始めましょうか。うん、よろしくお願いします。あとはここをきれいに拭いてっと。よし、洗い場のお掃除終わり。はい、バッチリです。次はこっちをお願いしてもいいですか？はーい。あの、リンクちゃん、お掃除しながら少しお話ししてもいいですか？もちろん。何何？あ、もしかして私掃除のやり方間違ってた？いえ、そうじゃないんです。その、真帆ちゃん、リンクちゃんたちの話をよくしてくれるから、私も直接お話を聞いてみたいなと思ってて。それで、あの、リンクちゃん、アフリカに住んでたって本当ですか？うん、本当だよ。パパとママが生物学者でね、お仕事の関係で小さい時に移住したんだ。そうなんですね。じゃあ日本に戻ってきたのは最近？1年生の時に転校してきたから、最近といえば最近かな。なんか懐かしいな。私、転校初日に入る教室間違えちゃってさ、隣のクラスのドアバーンって開けて、転校したてピチピチの相本リンクですっ
って。その話、真央ちゃんから聞いたことあります。いくらなんでも元気すぎるって。なんか恥ずかしいな。他には？どんな話聞いてる？突然放送室に飛び込んできたことと、DJ 教えてって真帆ちゃんに頼み込んだこと、あとはお礼にって綺麗な貝殻を渡そうとしたことかな。本当に全部聞いてるんだ。きっと真帆ちゃんにとってワクワクする出来事だったんだと思いますよ。そうかな。どっちかというと毎回困らせてたような気がするんだけど。それは、まあ、びっくりはしてると思います。でも、皆さんの話をするときはいつも楽しそうでしたよ。今日はこんなすごいことがあった。リンクちゃんがびっくりするようなことをしたって、いつも電話の声が弾んでて。はっきりとは言わないけど、リンクちゃんたちとの毎日がすごく楽しいんだと思います。私も真帆ちゃんと出会ってから毎日がすっごく楽しいよ。 DJ の世界を教えてもらってユニットを組んでずっとワクワクしっぱなしで、私真帆ちゃんに出会えて本当によかった。はい、びっくりした。リンクちゃんって本当素直に気持ちを言葉にするんだな。真帆ちゃんからリンクはお調子者って聞いてたからちょっと不安だったけど、お調子者っていうよりは素直？うん、すっごく素直な感じがする。リンクちゃんはきっとすごくシンプルなんだ。裏も表もない、全部心からの気持ち。リンクちゃんとのユニット結成を決めた理由、いろいろ教えてくれたけど、もしかしたらこういうところも理由の一つなのかな。よし、お掃除完了。ここに置いてあるオケ、あっちに持ってくね。うん、ありがとう。でも大丈夫？そんなに高く積んだら一人で運べないんじゃ。大丈夫大丈夫、こう見えてバランス感覚は結構いいから。こういうのはコツがあるんだ。中心を考えて真ん中よりちょっとこっち側を。ごめんなさい。これはやっぱりお調子者かも。私の担当はロッカールームですね。真帆さん、ご指導よろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。まずはどちらからお掃除をしましょうか。掃除は上からと言いますし、やはり天井から。いや、天井はさすがに。まずはロッカーのお掃除をお願いします。忘れ物のチェックをしながら中を拭いていくんです。壊れている場所があったら教えてくださいね。はい。ロッカー掃除って思ったよりも重労働なんですね。背伸びしたりしゃがんだり結構きついですよね。はい。ですがカホさんはさすがの手際ですね。テキパキと動いてらっしゃって。私は昔からお手伝いしているので。それにレイちゃんだって十分すごいですよ。スピードもですけど、何より丁寧にやってもらえて嬉しいです。特別意識していたわけではないのですが、もしかすると茶道の経験が生きているのかもしれませんね。お茶の心はおもてなしの心、旅館もお客様へのおもてなしの心が大切でしょうから。
そういえば、真帆ちゃんから聞きました。レイちゃんのお父さんは茶道の家元で、お母さんが、母は日舞の講師をしているんです。おかげで、お作法の他に着物の着付けなどにも幼い頃から触れることができました。そうなんですね。すごいなあ。でもその分、すごく厳しかったりするんでしょうか。茶道や日舞って特に厳しいイメージありますし。それが意外とそうでもないんですよ。え、そうなんですか。ええ、もちろん時に厳しい態度を取ることもあったとは思います。ですがそれも必要最低限といった感じで、基本的に両親から何かを強制されるということはありませんでしたから。そっか、レイちゃんのご両親はレイちゃんを第一に考えているんですね。はい。だからこそ、なんですけど。え？何でもありません。さて、そろそろお掃除完了ですね。ラストスパート、頑張りましょう。ん？あ、はい。すごくマイペースな人だって聞いてはいたけど、なんだか不思議な人だな。へえ、レイがね。まあ確かにあの子ってちょっと読めないところあるし、あまり気にしなくていいわよ。それよりも、今はムニちゃんへのレクチャーでしょ。はい。それじゃあ始めますね。ムニちゃんにしてもらいたいのはシーツの張り替えで。なんだ、思ったより簡単そうじゃない。ここは私に任せて、カホは別の部屋の掃除をしてきたら。え、いいんですか。まずはお手本を見せてからと思ってたんですけど。もちろん構わないわよ。昔は家事なんてほとんどしてなかったんだけど、最近はよくママの手伝いをしてるの。そんなムニちゃんにかかればルームメイキングくらい余裕よ。余裕。気にせず他を片付けてきなさい。いいやつだけど若干癖強。なるほど、真帆ちゃんが言ってた通りかも。それじゃあお願いしちゃいますね。わからないことがあったら呼んでください。そんなに心配しなくていいってば。さっさと行きなさいよ。言ってもらったからお任せしちゃったけど、本当に大丈夫かな。さすがに少し甘えすぎたかも。ムニちゃん困ってないといいんだけど。お疲れ様です。ごめんなさい、ほったらかしになっちゃって。遅かったじゃない、こっちはとっくに終わってるわよ。え、すごい。お部屋の片付け、それにシーツの張り替えも完璧。だから言ったでしょ、これくらいムニちゃんにかかれば楽勝よ。うん。あ、でもここのお部屋、お布団の準備は一組だけで十分なんです。ごめんなさい、さっき伝え忘れちゃって。余った分は押し入れにしまっておきますね。押し入れ？はい。もしかして心配してくれてますか？大丈夫ですよ。慣れればお布団を持ったままでも押し入れを開けられますから。ほら、こうやって。布団ってバランス取りづらいじゃない？
さっき入れた時はギリギリ大丈夫で、だから、いけると思って。ほんとよ、ほんと押し入れ以外は完璧にできてたんだから。なるほど、やっぱりカホも振り回されたか。うん、でもおかげですごく楽しかったよ。真帆ちゃんから聞いてた通り、みんなすごく個性的で素敵な人たちなんだね。でしょ、あの3人の他にも素敵な人がたくさんいるんだ。いつかカホにも紹介するね。うん、すっごく楽しみ。何？そんな嬉しそうな顔して。ううん、真帆ちゃん DJ ユニット組んでからちょっと変わったなと思って。そう？自分じゃわからないんだけど。そうだよ、前よりもずっと楽しそうっていうか、こうキラキラしてる感じがする。あ、違うよ、これまでの真帆ちゃんがキラキラしてなかったっていうわけじゃなくて。わかってるって。でもキラキラか、言われてみれば確かにそうかも。私ね、ユニットを組んで DJ を始めて世界が広がった気がするんだ。なんて言えばいいんだろう、視界がクリアになったみたいな。うん、なんとなくわかる気がする。それってきっと毎日が充実してるってことなんだよね。羨ましいな。お、それじゃあカホも始めちゃう？ DJ 面白そう。でもそれはちょっと難しいかも。私旅館を継ぐつもりだからさ、あんまり自由な時間って取れないんだよね。それ昔から言ってるよね。やっぱり本気だったんだ。うん、お母さんたちもそうしてほしいって言ってるし、何より私この街が、あの旅館が好きなんだ。実は最近旅館を継ぐための勉強もしてるんだよ。接客以外にも経営とか他にもたくさん。そっか、すごいね、カホは。何言ってるの、すごいのは真帆ちゃんだよ。真帆ちゃんは将来プロの DJ としてやっていくつもりなの？プロ？いやどうだろう、 DJ を続けたいとは思うけど、正直プロとかはまだ。そうなんだ。でも大学進学したりしても DJ は続けるんだよね。それはまあ。そっか、きっとどんどん有名になっていくんだろうな。私もお母さんも真帆ちゃんのことずっと応援してるからね。うん、ありがとう。そっか、カホにとって将来は不透明な未来なんかじゃないんだ。今と地続きのいつか来る明日。お買い物も終わったし、そろそろ帰ろうか。みんなを待たせちゃ悪いもんね。ああ、うん、そうだね。なのに私は DJ を続けるってこと以外は何も。私はこの先どうするつもりなんだろう。DJ のこと、進路のこと、未来のこと。ただいまー。ただいまー。そんな気にしないでください、手伝いだって私たちが言い出したことだし。
これは、お団子？あ、もしかしてお月見団子？今はお月見シーズンだもんね。でも。大丈夫だよ。ほら、みんなを呼びに行こう。あ、ちょっと、カホ。お団子おいしい。ちょっとリンク、カホの分も残しておきなさいよ。後片付け、私たちも手伝わなくてよかったのでしょうか。すぐ終わるって言ってたし、大丈夫だと思うよ。私たちはおとなしく、おしゃべりしながら待っとこう。それもそうね。で、あんたはなんでそんなにシュンとしてるわけ？え？バレてないとでも思ったの？笑顔、ずーっと引きつってたわよ。マジか。なんかさ、急に不安になっちゃって。不安ですか？カホ、この旅館を継ぐつもりなんだって。最近は本格的に経営とかも学んでるんだって言っててさ、きっとカホには見えてるんだよね、未来に続く道が。ほんと、私とは大違い。マホちゃん、昔さ、私空手を習ってたんだよね。ダリアさんが同じ教室にいたんだけど、それがもうすっごくかっこよくてさ、タリアさんみたいになりたいって思って練習もそれなりに頑張ってたんだけど、中学に入る前にあっさりやめちゃった。どうして？タリアさんが教室を辞めたから。もちろん DJ に興味が出たっていうのもあるんだけど。我ながらほんと、あっさい理由だよね。DJ も同じだよ。楽しそう。だからやってみたい。本音なんて、ほんと、それだけだったんだ。実際、楽しかったな。中学ではピキピキの音楽に出会って、ユニットに憧れて。高校ではリンクに出会って、ビビッと来たりして。でも。でも？もし、仮に、仮にだけどさ、私ってリンクに出会わなかったらどうなってたと思う？もし私に会わなかったら？空手のように、DJ を辞めてしまっていた。だったらまだいいかな。私は多分何も変わらなかったと思うんだよね。ユニット組みたいなーとか言いながら仕方ないって割り切って、それなりに楽しく DJ 続けちゃってるんだと思う。魔法さん、そんな感じでさ、本当に浅いんだよ私。絶対やりたいとか、これじゃなきゃダメとか、そういう強い気持ち、こだわりがないの。そんなこと。DJ 以外だってそうだよ。しっかりしてるってよく言われるけど、現実は真逆でさ、本当の私は、行き当たりばったりの考えなし人間。そのくせ、いっちょ前に不安になっちゃうんだよね。本当にこれでいいのかな？なんて。それで。はぁ、くったらない。は、はぁ、聞こえなかった？くだらないって言ったのよ。だいたい何なのよ、その悩み。魔法の人生がこれでいいのかなんて、そんなの。そんなの、いいに決まってるじゃない。
言っておくけど、真帆なんかより私の方がずっとずーっとひどいだからね。リンクが引っ越した後、私は絵に没頭したわ。それは新しい友達が作れなかったから。わかる？私は絵を選んだんじゃない。それしか残されてなかったのよ。でも、ムニにはちゃんと才能があって。ええ、あるわよ。でも、才能があったって、こだわりがあったって、一人ぼっちじゃ意味ないじゃない。ムニ、高校でリンクと再会した時、本当に嬉しかったわ。これで変われる、救われる、一人ぼっちの私じゃなくなる、そう思ってた。なのに、当のリンクはなかなか気づいてくれないし、もう最悪よ。私、ごめん。でも、あの時はそれどころじゃなくて。うるさい！リンクのバカ！大体何なのよ、無責任って。私は、真帆の生き方が無責任だなんて、これっぽっちも思わないわ。楽しそうだからで始めて何が悪いの？きっかけがどうあれ、あんたがそれを選んだことには変わりないじゃない。周りと比べて自分を責めるなんて、そんなことしないでよ。今楽しいんでしょ、幸せなんでしょ。それなら行き当たりばったりだろうがなんだろうが、堂々と胸張ってりゃいいじゃない。これ以上自分のこと傷つけるつもりなら、私本当に怒るんだからね。もう怒ってるじゃん。怒ってるけど、だから私が言いたいの、言いたいの。ありがとうムニ、大丈夫、ちゃんと伝わった。私ちょっといじけてたみたい。羨ましかったのかな、カホと、それからムニのこと。はあ、強い光にも負けずに、まっすぐに進んでいくムニとカホ。その姿が眩しくて、羨ましくて、憧れてた。憧れるあまり、見えなくなってたんだ。これまでの私が100点じゃなくても、確かに幸せだって感じてたこと。そうだよね。これまでのこと、自分のこと、無視しちゃうなんて、あまりにもかわいそうだよね。真帆ちゃん、じゃあ。うん。おかげで元気出たよ。ありがとう、みんな。わかればいいのよ。もう。ウニさんってば、またそんなことを。今幸せなんだからそれでいいじゃないか。ほんと、その通りだな。私はみんながいて、ハピアラと出会えて本当に幸せ。それでいい。ううん、それがいいんだよね。ありがとう、みんな。大好きだよ。なんて。あれ？レイちゃん？レイちゃん！あ、リンクさん！目が覚めてしまったんですか？うん。真帆ちゃんとムニちゃんの言い合い、すごかったね。そうですね。なんだか羨ましいです。正直に真正面からぶつかり合って。そのおかげで私たちも、真帆さんの素直な気持ちを知ることができました。確かに。空手やってたのとか、中学の時のこととか、詳しく聞いたことってなかったもんね。正直、真帆さんがご自身のことをあんな風に考えているとは、思いもしませんでした。
当たり前のことなのでしょうけれど、皆さんいろんな思いを抱えていらっしゃるんですよね。そうだね。もしかしてレイちゃんも？そうですね。悩ましい日々を送っていた時期は確かにあります。悩ましい日々？私の母は私がピアニストになることを望んでいました。それが私の幸せだと心の底から信じて。ですが私はそれを重荷に感じていたんです。母の期待には応えたいけれど、同時に息苦しさも感じている。まるで水の底にいるような重く苦しい日々でした。そんな日々を過ごすうちに私はわからなくなってしまったんです。ピアノが大好き、その気持ちがまだ自分に残っているのかどうかさえ。それはきっとすごく辛いよね。そうですね。実際進学するはずだった音楽学校の受験も台無しにしてしまいましたし。そっか。で、ん？ってことはレイちゃん、最初は洋画に来るつもりはなかったの？はい。そうだったんだ。でも今はそれでよかったと思っています。だって受験に失敗しなければ、洋画に進学しなければ皆さんとは出会いませんでしたから。リンクさん、リンクさんはハピアラの活動は好きですか？もちろん大好きだよ。私もです。みんなで笑い合って新曲作りで悩む、そんな日々が愛おしくて嬉しくて、私ハピアラと出会えて本当に良かったです。うん。ねえレイちゃん、これからもみんなでいっぱい楽しいことしようね。はい。それじゃあおばさん、カホ、お世話になりました。はい、絶対来ます。なんでリンクが返事してるのよ。本当にありがとうございました。それでは失礼します。あ、マホちゃん。ん？あのね、私ね、マホちゃんのことがずっと羨ましかったんだ。え？真帆ちゃんはいつだって好きなことに向かって軽やかに進んでいってキラキラしてて、いつだって動けずにいる私とは大違いだって悩んだこともあるんだ。でもね、私旅館を継ぐための勉強を始めてからちょっと変わったんだ。うん、私はここで頑張るよ。だから真帆ちゃんは真帆ちゃんの場所で頑張って。うんうん、ありがとうカホ。それじゃあまたね。ちょっと真帆、早くしなさいよ。あんたがいないと駅の方向わからないでしょ。あ、お土産屋さんだ。ちょっと見ていこうよ。いいですね。でも電車の時間に間に合うでしょうか。はいはい、もっと駅に近いところに大きいお土産屋さんあるから、そこに寄ろうね。結局私は何も変わってない。行き当たりばったりで無責任なまま。でも今はそれでいいと思える。だってそうやって生きてきたからこそ最高な今があるんだから。みんな、また遊びに来て。